はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、期間限定ビギナーズガシャ、 SSR 的中率超グレードアップ、期間限定 SSR 交換チケットおまけ付きですね、こちらの方を、やってみたいと思います。今回からですね、なんとロハンですね、ロハンが入りました。これもびっくりですね。前回おといしが入っていて、次にロハン、そろそろシゲチがまた、ビギナーズの方で入ってくるんじゃないかなと予想はしてるんですよね。まあ、一応は、シゲチのね、難民がいないということだと思うんですけど、まあ私の知ってる方は取り忘れたっていう方もいらっしゃいますけどね、シゲチもそろそろビギナーズに入ってくるのではと思っております。ではですね、ビギナーズガシャ1回目ですね、1回しかないですけども見てみたいと思います。では参ります。さあ、泡の色は何色だ。おっと、虹が、虹じゃない、白泡で虹、稲妻ですね、走ってます。ゼロか2枚。さあ、親父に続き慶長ドラドララでリオ、R がいっぱい。さあ、ドラドララで城太郎、まだ美観してません。どこどこの稲妻走っているが、おっ、親父。さあ、6枚目、どこどこ稲妻走るが、ジョセフ、ここら辺で出ないともう絶望的。ゼロだ、ゼロだった、つらいな。8枚目、さあ最後がドラララで安定の赤ちゃん、期待持てたんですけどね、やはり虹じゃないといけなかった。ワン、ツー、スリー、ここで1枚は出てくれても良さそうなんですが、それすらない。厳しい。ドーン、虹は落ちず。厳しいです、本当に厳しいです。いやー、辛いですね、落ちないのは辛い。お、アビティさんも上がりましたね、賢い。1枚は来ると思ってたんですけどね、高い代金となってしまいました。仕方がありません。ではですね、チケットが手に入ったので何にしようかなと思いますが、ジョセリーさんもね、黒が入ったので、いや、取らなくてもいいという感じですね。で、ジョースケは前回でチャレンジは成功したので、ここも引かなくてよし。音石とロハンに関してはある程度覚醒しているので、ということはもうですね、ボルイン、ボルインじゃない、ボル太郎ですね、こちらをもう今回はすぐにいただくことにしました。結局ね、こういう風になると思いますので、ね、はい、覚醒レベルが上がりました。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではまたね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストタイム。